こんばんは、キスマイアット2北山です。自分がポンコツだと思ったのは、銀行のカードの暗証番号を忘れてお金を下ろせなくなりました。はい。どうも、千賀健人です。僕はいろんな種類があるんですけど、ラーメンの中で一番好きな味です。いや、それ豚骨やないかい。そうですね。いや、僕はこの辺ですかね。いや、それ軟骨やないかい。どうも、横です。ポンコツだと思ったことは、藤谷大輔が新幹線の切符をいつも取り忘れることです。玉森です。僕は走るのが苦手です。走る姿がとてもブサイクです。ポンコツですじゃない。ポンコツです。どうも、二階堂です。最近ものすごい頻度で社会の窓を閉め忘れます。ポンコツです。みんな、今夜の M ステお楽しみに。見てねー。お楽しみに。藤ヶ谷見てる。 FF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